ようこそ我が家へ。世の中の人間には2種類の人間がいます。レオかレオじゃないか。あーお、にゃんにゃんにゃん。青チャンネルのレオです。今回の動画は僕の家での過ごし方について紹介していきたいと思います。こちらがお風呂なんですけど、ガラス張りですっごいセクシーなお風呂です。顔についた水滴をしっかり染み込ませていきます。それでは次にこちらの化粧水を、なんと僕は一滴ですね、これを顔全体にこうなじませていくんですけど、こうするとなんとこの化粧水が2年も3年も持つことができるんですよ。皆さんぜひ試してください。で、一滴の化粧水を塗った後はこちらですね、乳液を、これもまたもうこれでも多いぐらいなんですけど、こうなじませて、こうするとこれもですね、何年も使い続けることができます。コスパ良し。次がこちらですね。時間がある時はこちらを顔全体に塗りたくって、もう某インスタグラマーさんにいるこちらの方、そちらの人を参考にしてやると肌をグラマラスに保つことができます。ぜひ皆さん24時間ちゃんと塗ってください。次に歯磨きに移るんですけど、やはりこれももう振りたくって、もう最後の最後までちゃんと使い切りたいので、これももう2年目です、この歯磨き粉。で、本当に毛先に少しだけもう当たるか当たらないかぐらい、もうこんぐらいでも十分です。それでは磨いていきます。で、歯磨きが終わったら次は唇のパックをしていきたいと思います。これもですね、もう5年目ぐらいですね。これもうちょっとずつでもう大丈夫です。ぜひ使ってください。続いては食事について紹介していきます。僕はいつもルームサービスを頼むんですが、今日は BLT サンドを頼みました。こちらですね、一気に食べるのではなく、僕は4、こちらまず半分に切りますね。すごい崩れちゃうんですけども、すいません、切り分けます。美味しそうですね。すごい。こっちも切っちゃいたいと思います。いつもはこんな感じではないんですけど、ちょっと今日は手こずってます。ちょっと全部いただきますので、それで本日はですね、こちら一切れだけいただいて、で残りの3切れはですね、こちらの袋に入れてですね、そうすることによって明日の朝ごはん、お昼ごはん、夜ごはんもこちら食べることができるんですよ。これは大変コスパがいいことなので、皆さんもぜひ少し見てくださいね。
今日も月が綺麗で、レインボーブリッジも綺麗だな。食事が終わった後は、大好きなお酒を飲みながら人生について考えたりしています。続いてベッドルームにご案内します。本日は素敵な男性が待っていてくれて、いつも寂しさを埋めてくれているんです。これが僕の生活の一部です。皆さんも素敵な毎日をお過ごしください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。以上、青チャンネルでした。